田村明ドッグガーデン写真、田村明は、日本の地域政策プランナー。法政大学名誉教授。無教会系キリスト教の家庭に生まれる。都立第一中学、旧制静岡高等学校を経て、東京大学工学部と法学部を合わせて3度、法学部第3類卒業。運輸省、大倉省などから不動産事業、都市コンサルタントを経て、コンサルタント時代に、 戦災と接収で疲弊した上に郊外部で急激な人口増加が始まった横浜市の骨格を変えるため横浜市将来計画に関する基礎調査報告書と題するその後六大事業と呼ばれた都市計画の案を提出した相手である横浜市に誘われて横浜市役所企画調整室企画調整部長議員氏になる1971年から 企画調整局長となり、また1975年から議官を兼務した。田村は、それまでのバラバラな自治体組織を企画調整局により横断的に一体化し、自立した自治体による総合的な都市づくりを標榜した。横浜市役所時代は、コントロールプロジェクトアーバンデザインの三本柱を総合化して都市づくりの総合プロデュースを進めた。また、 高速道路の地下化、広北ニュータウンなどの横浜市六大事業や、横浜スタジアム建設などを推進した。また、同スタジアムの多目的スタジアム化を立案し、株式会社化を提唱した人物でもある。企画調整局長などを経て、技師のトップである議官に就任。その実績と知名度、行動力、指導力、そして、明日方の全面的な信頼を受けていたことから、 一部では、横浜市の田村天皇とも囁かれた。明日方の国政転身後、法政大学の松下慶一に誘われて、同大学法学部教授に転任。二年目から、松下の後を引き継いで都市政策を担当した。1997年3月に、法政大学を定年で退任、名誉教授。また、早稲田大学客員教授。 財団法人横浜市政調査会理事長、自治体学会代表幹事、パブリックアートフォーラム代表幹事などを務めた。2000年、日本建築学会より、日本建築学会大賞を受賞。2010年1月25日午後10時15分、心不全のため、静岡県の病院で死去、83歳。葬儀は無教会式で執り行われた。 AAB なるさは光田村明さんの背骨、法学資臨、第108巻第4号、法政大学法学資臨、協会、159から165ページ、法学資臨、第95巻、第2号、法政大学、峰崎敦志、横浜港物語その4人の運命と、事業マイナス、CE 建設業界、第55巻第1号、 2012年12月10日、閲覧。2000年学会賞。日本建築学会。2019年4月10日閲覧。ありがとうございます。